はい、今回の動画はですね、もう本当にサムネとタイトルにある通り、これはもう釣りでもなんではなくて、まあ、遊戯店を、10月の15日ですね、をもって閉店することとなりました。まあ、今回はですね、このご報告と、他にも2つ、まあ、全部で3つご報告がありますので、ぜひ、最後まで動画を見ていただけると嬉しいなと思います。まあ、まず遊戯店の閉店に関してなんですけれど、まあちょっと僕の力不足ですね、本当に。まあなんかね、このタイミングだったら、まあそのコロナの影響でとかね、言おうとも言えますけど、まあ、実際ね、六本木店とか錦糸町店とかっていうのは非常にありがたいことにね、まあ通常運転というか、まあ、全然例年と変わらない売り上げがね出ているので、まあ、コロナのせいではないのかなというふうに思ってます。はい、まだまだその会社として仕組み化できていない部分が多いなというふうに感じていますね。まあやっぱ代々木店もね、まあ、もちろんお金は結構かかってますし、まあそれ以上にね、いろんな思いが詰まったジムでもあるので、結構代々木店で僕動画撮るの好きで、すごい映えるんですよね、代々木店って。まあ空間としてすごい好きな空間だったので、まあ、どうにか残せないかなというふうに思ってね、頑張ってたんですけど、まあ、なかなか伸びなくてですね。まあ、こう、閉店するとかっていうニュースというか、お知らせって別にね、こう皆さんの前で喋らなくても、伝えなくてもね、まあ、通ってくださってるお客様にだけ伝えれば、まあ、いい話ではあるんですけど、まあ、結構この健康 TV を通して、事務経営についてとかもね、いろいろお話しさせてもらってたので、なんかまあなんかうまくいってるところだけをこう見せるのにちょっと違うんじゃないかなと思って。し、まあ、閉まったことな、お店が閉まったことっていうのもね、まあ、誰かしらが多分僕は言わなくても誰かしら気づくことだと思うんで、まあ、だったらもう先に、言っちゃおうということで、はい、先に皆さんにお知らせさせていただきました。まあ、お客様にはね、本当に料理店にずっと通ってくださっているお客様には本当に非常に申し訳ないし、本当に自分の力不足をただ痛感する、ことなんですけど、まあそういうことです。というわけで、これが一つ目のお知らせになります。二つ目のお知らせ、今日ね、三つお知らせがありますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいなと思います。で、二つ目のお知らせがですね、12月の目標としては12月5日にメクスター六本木に2店舗目を出店します。ありがとうございます。はい、まあ、正確に住所は西麻布なんですけど、まあ、今の六本木店も住所は西麻布で、まあ、今の六本木店から徒歩3分ぐらいの距離で、同じ、西麻布3丁目っていう町内なんですけど、ありがたいこと、本当にこういうご時世の中、めちゃくちゃありがたいことにですね、メックさんの六本木店は、7月、まあ、1ヶ月の売り上げで過去最高だったんですよ。メックスターってまあ今7年目なんですけど、7月に過去最高の売り上げが出て、でその過去最高の売り上げが8月にさらに更新されるというようなことで、本当に通ってくださってるお客様には感謝、本当にこういう状況の中、メクスターに通ってくださって本当にありがとうございます。で、まあそのお客様だけじゃなくてね、こう関係企業の方だったりとか、もちろんその社員の方ですよね。本当にめちゃくちゃ忙しかったと思うんですよ。もうみんな過去経験したことないぐらい六本木店のメンバーのみんなっていうのは忙しかったと思います。まあそういう中で一人一人のお客様に対してね、クオリティが下がらない。なので、本当こういう状況の中でお店が増えるっていうお知らせができることも非常に嬉しく思いますし、幸せなことだなと思ってます。はい、またね、新しい新店舗ができている様子とか、また、まあ、できれば、ね、YouTube で公開できたらなと思ってますので、ジムの経営とかに興味ある方はぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。まあ、2店舗目なんですけどね、まあ、ちょっと物件がいろいろ2店3店して、1個決まってた物件がちょっとダメになっちゃったりとか、いろいろちょっと何でしょう、方向転換とかいろいろあったんですけど、今の六本木店にはない
サービスだったりとかプログラムっていうのが、まあ、提供できるような施設にしていきたいなと思ってます。はい、最後3つ目のお知らせです。3つ目のお知らせは、ミクスター新しい仲間を募集したいと思います。はい、まあ、これもね、もう結構4月から、まあ、月に何件かのペースでね、採用の予定ありますかとか、まあ、ぜひ会社説明会に参加したいですとか個別の説明会をやっていただきたいですみたいなお問い合わせを結構いただいてまして、まあ、その度にちょっと今年はまだ採用について決まっていないので決まったらお知らせしますみたいな返答をさせていただいてたんですけど、もしね返答が来てないよっていう方がいたらちょっと確認が漏れてると思って申し訳ありません。まあこういうご時世に、まあ、新店舗だけじゃなくてね、こう新しい仲間を募集できるというのもね、非常にありがたいということで、まあ本当に4月にね緊急事態宣言出てお店閉めた時とか大丈夫かなと、結構会社はマジやばいんじゃないっていうね、本当に潰れるかもしれないなぐらいのことを思ってたんで、まあそういう時期からね半年の間でお店出そうとか新しい人入れようとか、まあそういう風になれたことは本当に、まあ、お客様とスタッフのおかげということでありがとうございます。ネクサはね公にこう採用活動するのは2年ぶりですかね、なので、まあ、ちょっと緊張してます。はい、果たして本当に人が来てくれるのかとか、まあ、いろいろこう緊張はしているんですけど、ネクスターはですね一応全員採用規模の方は会社説明会に参加していただくっていうのが一応ルールとなってます。ネクスターの採用会社説明会に来ていただいて、ネクスターでどういう会社なんだっていうのを一度聞いてもらって、それでもネクスターに入りたいと思ってくださった方はぜひ選考の方に進んでいただけると嬉しいなと思います。で、会社説明会の日程なんですけど、10月の31日の土曜日のお時間はですね、7時ぐらいを予定しております。詳しい内容は概要欄の方のに、申し込みフォームを貼ってますので、まあ、そちらから確認していただければ嬉しいなと思います。1日しかないのってことなんですけど、まあ、今回はとりあえず1日だけというところで、ちょっとスケジュールの都合上1日しか用意できなかったけど、はい、ちょっとまあご縁なんでね、なかなかちょっと31日に来れないという方は、まあ、申し訳ないんですけど、また次の機会にというところで、はい、やらせていただけたら嬉しいなと思います。まあ、どういう人が欲しいとか、会社に入ってからの条件面とか、そういうのは全部説明会で話しようと思いますので、ぜひ説明会に来ていただけると嬉しいなと思います。はい、という感じで3つお知らせさせていただきました。まあ、代々木店の閉店ですね。そして六本木に2店舗目の出店。なのでまあ一応形上としては代々木店が六本木に移転するというような形になりますね。で最後は新しい仲間を募集しますというようなお知らせでした。まあ、今日はねちょっとお知らせ動画となってしまったんですけど、ぜひ代々木店閉店に関する慰めのコメントいただけたら上げると嬉しいなと思います。そして、まあ、ミクさんにちょっとでも興味のある方はぜひ、説明会に来てお会いできたら嬉しいなと思います。という感じで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。